家の畑中央にあるムサオリのこと言っていた、おそらくムサナムはもうそろそろ収穫できるんですが、昨日まで雨模様の天気が続いていて、もうちょっとお日様に当ててから収穫しようかなと思って置いてあるんですね。今日もちょっとあまり晴れという感じではないんですが、気温がちょっと下がってきましたね。しばらく前に関東の方で木枯らし1号が吹いたというニュースを見ましたが、昨晩から今朝にかけて、明け方にかけてそれらしき風が吹いていたんですね。でもまだ本年は暖かい方で、最低気温10度、最高気温20度程度の日々はまだしばらくあるんじゃないかと思っています。最高気温と最低気温の差が10度ぐらいになって、20度10度がいずれは15度5度ぐらいになって、そうして10度0度ぐらいになってと冬に移行していくわけですが、今のところまだ20度10度ぐらいの数日はあると思いますので、その間お日様にこのバナナの果皮、果実一本一本の皮ですね、をもうちょっとお日様に当ててから収穫したいと思ってるんですね。緑葉だけじゃなく果皮、まあ、果実の緑の皮ですね、ちょっともう黄ばんできていますがね、もうお日様に当たることがやはり美味しいバナナを作る要素の一つにはなっていますので、私はできるだけ外気にさらしてお日様に直接当たってもらうという期間を長くした後に収穫するようにしています。もうこの親株の隣の小株は親株並みに大きくなってきているんですね。一本でもこういう世代交代用の大きな小株が育ってきたら、収穫はさほど遠くはないわけですから、まあ、その年の気候を、天気をですね、見ながら収穫時期を決めると良いと思いますね。